ウィルソンローラーズです。今回はチョコのテンパリングをやってみたいと思います。テンパリングって聞くと拒絶反応する人とかがいるかもしれないですけど、まあ身近な材料で身近な道具で、でまあシンプルに温度計とかなるだけ使わないようにこう、まあ感覚になってしまうんですけど、習得すればこういろいろ使えるので、動画をちょっと見てみて、やれそうだったらちょっとチャレンジしてみてください。僕が仕事でやってるやつをそのままやってみたいと思うので、感覚で熱いとか冷たいとかそんな感じの表現で言うので分かりにくいところもあるかもしれないですけど、ちょっとやってみたいと思います。普段お店で使ってるやつはクーベルチュール製菓用のチョコレートを使ってるんですけど、今回は身近にこうスーパーとかコンビニで買えるような材料でやってみたいと思うので、今回用意したのはこのガーナチョコレートと明治ブラックチョコレート、これを使ってテンパリングをしてみたいと思います。一応カカオが 50% なんで、お店で使ってるやつも56とかダークチョコを使ってるので、味的には似たような感じになると思うので、これを使ってみたいと思います。匂いがいい匂いがします。100円ぐらいですか？そうですね、108円とかなんかそのぐらいだと思います。湯煎はちょっと温めておいてください。やっとこう指入れてちょっと我慢できないぐらいの温度です。でまあこのまま入れて溶かしてもいいんですけど、時間をこう節約したいんで、あ、やらけえや冷蔵庫入れてないから柔らかいです。2枚なんで 100g ですね。で湯煎に乗っけます。火はついてないです。ゆっくり溶かしていきます。このまま放置で、でこの間にパレットナイフを使って塗っていくんですけど、まあ一番理想的なのはこのフィルムですね、セロハンがもし手に入るんだったらこれを用意してもらって、でこれが手に入らない人は、まあ、100円ショップとか行くとちょっとこじゃれた袋が置いてあるようなところでこういう透明なやつ売ってますんで、セロハン状の袋をこう裂いて使ってもいいですし、でもうそんなのもない、家にはビニールしかないっていう、切れる切れる切れる、これ分解してもらってビニール袋、ステンレスでもアルミでもなんか板状のものにこのアルコールスプレーしてもらって、でこう密着させて、なんかカードでもゴンベラでもこうこういうので下の空気を出してもらって、でこれで上にチョコレートの細工をこう塗ったくったりしてもできますんで、こういう感じのものを用意してください。今回はこのセロハンで、サランラップだとシワシワができるんで、ラップ状のものはおすすめできません。でこれで今完全に溶けました。で今はもう湯煎と同じぐらいの温度で熱々なんですけど、ここから温度を落としていくっていう作業なんですけど、まあ学校とかで習うやつは何度まで下げろっていうこう温度計測ってこう見たりとかするんだけど、そんなまどろっこしいことはやってられないので、皆さんもまあお家に体温計はあっても、とか使用のこう20度30度こう細かく測れるのはないお家もあると思うので、で今度はちょっとこの明治ブラックチョコレートを入れてきます。で温度計がないので、ない人のためにまあこれ溶かして、今まだあったかいです。でこれを下げるためにこういうチョコレートを割り入れてきます。でこれで温度を下げていきます、まあ、慣れてきたらこれ自体を冷蔵庫に入れてこう冷たくして、急激に温度をこう下げるようなことをしてもいいんですけど、いっぱい入れるといきなり下がってこの中で固まってしまうので、常温のやつを入れて温度を下げてます。でこれを細かくして入れたりするところもあるんですけど、
のちょうどよくテンパリングができたところでこう取り出したいので、この塊のまま今回は入れてます。あ、テンパリングできちゃいそうです。で、こうそこが固まってくると粘りが出てきますね。で、ここでこう当てて熱を感じなかったり、で、そこの方がこう固まってなおかつこう粘りが出てくるので、そうするともうテンパリングが完成して、これ細かいからダマ状になる。テンパリングが完成する温度っていうのが31、2度。テンパリングが完成したチョコレートっていうのは自分の体の体温より温度が低いので、こう触れた時にあったかみを感じないっていうのが体感でやる方法なので、で、ここでテンパリングができてるかチェックを、いろいろ方法はあるんですけど、パレットナイフにつけてちょっと置いとくとか、こういうプラスチックのカードの端っこにまあつけて、薄くつけてこういう紙の切れ端にちょっとつけて、置いとくとかあります。で、部屋があったかくてなかなか固まらないっていう状態だったら冷蔵庫に入れちゃっても構わないです。これは冷蔵庫に今入れた状態で固まってる感じ、置いといてもこうまたあのテラテラならこう戻ってしまわなければ、テンパリングがあとツヤですかね、できてるっていう状態なので、あとこうパキッと取れる状態。こういうのもこうまだちょっと柔らかいけどポロッと取れるような状態であれば、テンパリングが完成してるっていうことです。まあこればっかりはこう何回かやってもらって感覚をつかんでもらうしかないですね。このチェックしてる間にもこう変わるじゃないですか、温度。はい、これはいいんですか。これあのまあ上がることはないので下がって固まってくんで、もう現にこうもう固まってきて、さっきはサラサラだったのにこう硬くなってくると、まああのちょっとした細工には使えるんですけど、型にこうボンボンショコラみたいなああいう型に流すようなやつだと使いづらいので、でまたこの湯煎で使いやすい硬さに温度をまたちょっと上げてあげるっていう、その代わり あんまり熱いお湯だと温度が上がりすぎてテンパリングが壊れてしまうので、でこれで今テンパリングがもうできてて、なおかつ作業しやすい硬さになってます。今日はこのセロハンでやってきます。まあセロテープとかで貼っつけてもいいんですけど、まあ、何個もやると仮定してもうチョコでこうちょっと動かないようにだけ、 L 字パレットのすごい一番ちっちゃいやつだと思うんですけど、これを使います。乗せてシュッ、乗せてシュッ、シュッ、上にあの刺して飾ったりとか、あと丸いホールケーキのサイドに貼り付けたりとかやれると、お菓子のこの飾りのバリエーションがいっぱいできるので、ぜひお菓子作りをしている人は習得してもらいたい、こうチョコの細工の一つですね。裏でも表でもこう味のある飾りになるので、長く引っ張ると長いの。で、もうこれは冷蔵庫に入れちゃいます。
乗せてシュッとこう少し弧を描くようにして、でさらにこう同じようにこう少し最後の方をこするような感じにすると味が出ます。これも冷蔵庫。カットしたケーキの周りに巻くセロハンを使ってこういうやつを、短かったらこういうふうに上からビュッてまたやれば、固まってなければできるんで、であんまりこう寒い部屋でやるとあっという間に固まってしまうので、ちょっとあったかめの、今ここ室温28度ぐらいあるので、テンパリングするときは涼しくて、作業この終わった後作業するときはあったかめの部屋が理想ですね。まあこういう、本当はこういう豊型がいいんですけど、まあ普通持ってないだろうから、こういう筒状のものの上にこうベッドでくるんと回らないように、やっぱりこれもなんかちょっとわざとこうベタベタさせてるってなるんだよな。まあ上にこう乗せて地道にこう固まるので、これをどん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 こうサランラップの芯こういうのも使えるんで、綿棒とかでこう重たくない綿棒が欲しいなっていう時にサランラップの芯便利なんで、使い終わってこう捨てちゃわないように取っとくと、こういう時になんか接着しとかねえとくるんって回っちゃうので、感じで。本来はこういうものがあるとまあ逆反りになりますけど、こういうふうに入れてこう湾曲させたりするんですけど、こういうスプレー缶とか円柱系のものだったら何でも、ペットボトルでも酒瓶でも何でもいいんですけど、まあお菓子作りやる人だったらこうラップの芯を取っておいたりするとこんな時に使えるんで、テンパリングができてれば多少室温が高くてもこれで固まると思うので、余ったやつはプラスチックの平たいものの上に流して固めるとポッて取れるので、でまた次のチョコレートのお菓子作りの時に、まあ、刻んで焼き菓子や生菓子でもいいですし、またテンパリングでもいいと思う。まあ綺麗に使えば無駄がないので、何でも生菓子焼き菓子飾りでも使えるので、と1個覚えるとお菓子作りのバリエーションがよくこう広がるのでいいと思います。問題なくできますか？もうバッチリです。できるんだ、普通の外で。テンパリングが綺麗にできてます。逆にできてないとどういう状態になってるんですか？できてない状態のやつを、テンパリングしてないやつをこうやろうかと思ったんですけど、すっかり忘れて、テンパリングできてないと、室温に置いた時にベタベタに戻ります。液状に塗った時と同じ硬さのトロットロのやつに戻ってしまったり、それとか温度がちょっとずれてるとかだと、今度は固まってるようで固まってないような、こうパリッと固まらない、こうプニッという感じで、それを無理やりこうずっとこう時間をかけて固めると、今度はブルーミングっつって、白い粉吹いたみたいになってツヤがなくなったりするので、でパッと見見極めとしては、まあセロハンにこうシワシワシワってこう
あのテンパリングができてるとチョコレート自体が締まるんで、うん、こうあのセロハンがシュワシュワ、まあ一番の目安はこうペロッとこう取ってツヤツヤ、うん、なってますね。はい、これはもうテンパリングできてるっていう証なので、こんな感じですね。光ってます、うん、まあ多少なみなみができてから少しこれずれてるかもしれない、ね、少しずれてたりするとマーブル柄になったりするので、こうツヤ消しとツヤありがこう混ぜ混ぜしたような、お家でこの程度やるんだったらもうほんと板チョコで十分だと思いますよ。もう普通にテンパリングはできるのでこんな感じになりますね。イカれる炎みたいな感じで、例えば丸いケーキを作ったらお好みで裏でも表でも、うん、こんな感じでこう重ねても味が出るんですけど、あの切り分けるとき大変なので普通にこう横にで上に突き出したりするとランダムな感じがして、まあ途中でこんなのを入れてもいいですし、はたまたまあこんな風に全部ぐるっと統一させてください。飾るときはまあこれもこう割ってもいいので、ちょっといろいろやってしまいましたけど、でこの曲げたやつは、まあ、上の飾りで、なんつだろう、お釈迦様みたいなイメージが、こっからなんかお釈迦様が出てきそうな、ボタンとかあのロータスじゃなくてなんかハスっていうの、あんなイメージがある。まあ飾りとしてはこんな感じで、ただの真っ白い塗ったくただけのやつがこのチョコレートケーキになります、ね、はい、飾りチョコをこう貼っつけるだけでゴージャスなホールケーキになるので、使い方次第作り方次第でこんな感じになります。浮かしたり直接ベタバリしたりとか、こう斜めに刺してみたりとか、裏使ったり表使ったりとか、このあの上下をこう反転させて丸い方を上にしたりとかすると、ちょっといろいろ同じ形でもいろいろ使えたりするので、エルチパレット1個で作った飾りなんで、練習してできるようになればこの飾りのバリエーションもいろいろ増えてくるので楽しくなったりするかなって感じですね。テンパリングっていうと難しいかなと思うんですけど、まあ、溶かしてで塊のチョコを入れて温度を落として粘りが出てきたら、ちょっとこう取ってみて薄くなんかに伸ばして冷蔵庫で固まるかどうかをチェックして、セロハンにペタペタやっていくっていう手順なん でもし固まんなかったらまた再投入、塊を入れて温度を落としてみるとか、固まってしまったら湯煎でもう一回溶かしてみたいな、もうそれの繰り返しなんで、自分でこう肌でこう温度を確認しながら作業を進めていくと、いつかこう簡単に見た目だけで、あ、もうテンパリングできてるわっていう風になると思うので、頑張ってスーパーで売ってる板チョコで簡単にこういうものが作れるので、まあ100円200円なので、ちょっとやってみると、頑張ってやってみてください。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。口金ですね、8個ギザギザがあるタイプの一番大きい今回使ってます。でたっぷり絞るので、たっぷり絞り袋には入れます。絞っていきます。まあ大きめのローズを泣いてる、これこうか、
と横にもかかるように斜めにしてます。金のお皿に入れます。で、接着用にあの水飴を真ん中の出っ張ってるところにちょっとつけときます。